アメリカで暮らすレイチェルさんは一匹の猫を飼っています。猫の名前はティム。サバトラ柄のオス猫です。レイチェルさんがティムを家族に迎えたのは大学生の時のことでした。当時彼女は学業の合間にニューヨークの動物愛護協会でボランティアをしていました。ティムはそこにいた保護猫です。長く続けてきたボランティア活動の中でたくさんの動物たちに愛情を注いできたレイチェルさん。彼女はティムのこともそれまで出会った猫たちと同じように可愛がっていました。しかし大学卒業を間近に控えた彼女はボランティア活動からも卒業することになっていたのです。そしてついに迎えた活動最後の日、レイチェルさんは今まで可愛がってきた動物たちにお別れを告げようとしていました。多くの犬や猫たちは彼女の事情など知らず、いつものように無邪気にじゃれついてきます。しかしただ一人周りと違う反応を見せたのはティムです。ティムはまっすぐにレイチェルさんの元に近づき、自分を抱くよう催促しました。ティムの訴えに気づいたレイチェルさんは彼を抱き上げます。するとティムは別れを拒否するように強く強くレイチェルさんの首元に抱きついたのです。それはまるで幼い子供が母親から離れまいとして必死にすがりつくかのようでした。ティムだけはレイチェルさんがもう世話をしに来てくれないことを感じ取ったのでしょう。いなくなるのはやめてと泣きつくように決して離れようとしないティム。彼がそんな姿を見せる相手はレイチェルさんだけでした。一方レイチェルさんはティムのぬくもりを感じながら涙をこぼします。あふれる涙は止まることを知りません。全身で愛を伝えてくれるティムを思うと熱い感情がほとばしります。それだけでレイチェルさんはその場から動けなくなりました。彼女はティムを抱きしめたまま自分の本心に気づきます。ずっとこの子と一緒にいたい。しかしそれが叶うかといえば別問題です。当時大学の寮で暮らしていたレイチェルさんが猫を飼うことはどうしても不可能でした。けれどもはや彼女自身ティムと離れることなど考えられません。ひたすら思考を巡らせてレイチェルさんはひとまず実家にティムを預けることにしました。実家ならば気軽に会うことも泊まることもできます。少しの間離れて暮らすことにはなりますが、その思いつきは二人にとって迷う余地のない最善の策でした。レイチェルさんが大学を卒業するまでほんの少しの辛抱です。彼女は卒業したら真っ先にティムを迎えに行こうと心に決めました。そうしてしばらくは別々に暮らしながらも家族として絆を深めていったレイチェルさんとティム。やがてレイチェルさんは晴れて大学を卒業し、ついにティムと暮らせる日を迎えました。それからずっと二人は願った通りの幸せな日々を過ごしているのです。レイチェルさんとティムの運命の糸は互いを愛する心で結ばれたに違いありません。そのきっかけはティムの一途な思いと予想外の行動でした。たった一匹の猫からもらった愛で思いもよらない方向に舵を切ったレイチェルさんの未来。これからも二人は肩を並べて同じ場所で明日を迎えることでしょう。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。